日本バスケットボール協会は、男子日本代表国際強化試合、日本生命カップ2024北海道大会を6月22、23日に北海道立総合体育センター北海北エールで開催すると発表した。男子日本代表、フィバランク26位は、昨年行われたフィバワールドカップ2023でも対戦したオーストラリア代表、同5位と2試合対戦する。 写真14点フィバアジアカップ2025予選フォトギャラリーをチェック。フィバワールドカップ2023で48年ぶりとなる自力でのオリンピック出場権を獲得した男子日本代表。3月20日にはパリ五輪の抽選会も行われ、フィバワールドカップ覇者のドイツ、3位、開催国フランス、9位、オクトラトビア会場出場権獲得チームと同じグループになった。 今回の国際強化試合は、そのパリ五輪に向けてのもの。オーストラリアはフィバワールドカップ2019でベスト4、東京2020オリンピックで銅メダルを獲得している強豪である。男子日本代表のトム・ホーバス HC は、オリンピックでベスト8に残って決勝トーナメントが行われる、パリで戦うことを目標にすると発言している。 またパリ五輪の抽選会を受けて行われた記者会見では、昨年のフィバワールドカップでは参勝したものの、世界にショックを与えていないと語っていることを受けて、日本が目標に達するなら、どこかにショックを与えることになると思う。日本はベスト8に入ったことがないから、1勝なのか2勝なのかわからないですけど、やっぱりどこかに勝って、ショックを与えたい。このチームはできると思います、とコメント。 高さも上手さもあるオーストラリアとの2試合は、パリでの戦いを占い試金石となると言ってもいいだろう。日本生命カップ2024・北海道大会の詳細は以下の